第1回大地王決定戦はい、はい、ということでですね、はい、今回はちゃんとみんながねそれぞれのメンバーの、はいはい、知ってんのかと誰が誰のことを一番知ってんのかと決めていきたいと思います。メンバーごとに、はいはい、雄大はね、すでにもう雄大王をしておりますので、はいはい、今回はそれ誰が優勝したっけ。まあ、広いね。もうマジで忘れとったけど、これはもうマジで忘れとった。本当に忘れられないあの日々を、お前がブラジルに行きたいと言ったあの日々を。そういうことは言おうためそれは。ということで、今回は、各4人、それ以外の4人ですね、はい、大地、拓也、マサル、ヒロトで4人がそれぞれ自分に関するクイズを出します、うん、それに対して他のメンバーが誰が一番答えられるのか、うん、ということの戦いをやっていきたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ちなみにその質問はあのツイッターで募集させてもらってね、うん、そこからありがとうございます。めっちゃたくさん撮ったね。めっちゃたくさん来て本当にありがとう。ボロリンヌムカチャッカペロリアンっていう、どうしたということで、それぞれの誰が誰王なのかを決めていきたいと思います、はい、それではレッツラッゴー。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大地王の時間がやってまいりました。おはようございます。ということで本日はですね、はい、問題が10問ございます。おい、5問があのもう完全に回答してもらう問題で、残り5問が選択問題となっております。うわっ、なるほど、はい、なるほど。俺今日は先生鉛筆持ってきてないんで、マークシート塗りつぶすの遅いっす。俺転がしても困りません。これ今回ウンティ出ますか。出ません。先生問題を教えてください。はい、じゃあ真面目か。じゃあもう早速、問題の方やっていきたいと思います。はい、1問、ビートボックスに出会ってなかったら何になりたかった。ビートボックスに出会ってなかったら何になりたかった。もう知らんよ。何になりたかった。もう俺のことを知ってるならね、もう答えれる。答える。1問目からむずっかった。嘘や。ちゃんと職業ですか。まあ、職業。あ、OK、職業です。ちょっとみんなでこれ言うたらやっぱ有利だ。言うた、有利。大地は何をしたんやろ。言ったそういうこと。いや、言ってはないかもしれんけど、好きそうな感じは出しとるかもしれん。待って、これちょっと変わってきた。これじゃねえわ。好きそうな感じ、うん、大地が好きなのって言ったらタンポポの綿棒してますから。どんな職業、いいっすか。オッケー、したるっすね。じゃあもうせーので、はい、いいっすよ。はい、はい、ってことで、じゃあまあ1問目がビートボックスに出会ってなかったら何になりたかったか、はい、せーの、はい、ドン。漫画家。銀行員。俺最初書いた。一言でも言ったことあるぞ。それ最初書いた。タケが投資家。旅人。旅人。あー、なるほどね。ドン。ということで漫画家になりたかったです。そうだな。いやでもマッソ正解、すげえな。わかった。ちょっと、自信あった。自信、あ、途中でなんか分かった。あ、それなんか言ったなと思って。まあ、俺が一番漫画に目覚めたのはハンターハンターなんやけど、はいはいはい、あれきっかけで、はいはいはい、もうそれのパクリカのような漫画を自分で手書きでよく書き寄った。そうなんや。それ俺見たことあるか。そう、ほら、その時、そう、小学校の時にそれ書いて、お店出しみたいなやって、出店、はいはい、みたいなやって、あの自分の漫画を売り寄った。それさ、ちゃんと冊子にしとったよね。冊子にしとった。俺それ読んだわ。ほら、俺それ読んだわ。じゃあもう、ただの言うたらもうバカやん。マイナス、マイナス、マイナス言ってんやない。あった理由で、ただのバカやん。俺、大地と、大地と仲良くなかったよ。第2問、はい、好きな漫画のキャラクターになれるなら誰になりたい。あ、これはちょっと難しいな。俺知らんぞ、大体俺知らんぞ。ずっとそうですか。あ、そうやね、昔から。いや、これはまあ改めて聞かれ、あのね、質問もらったけん、その聞かれたらまあこれになりたいな。うわ、これどっち表してんっていう。これむずっ。分からん。オッケー、来ました来ました、はい、いいですか。いいですよ、いいですよ。じゃあ皆さんの答えどうぞ。どう、俺ハンターハンターのヒソカ。俺もヒソカ。俺クラピカ。そうだよね、そうだよね。ハンターハンターのキャラクターを一人も知らん。タンジロ。ハンターハンターか進撃で迷った。あー、俺知らん、知らん、知らん。確かに確かに、その中でキラーはもういるから、うん、あとはやっぱヒソカかな。どうなんやろうな、わからんな。じゃあ答えはこちらです。えー、おかしい、おかしい。どういうこと。どう考
かしいよ。ふざけんなよ。だけど、いや、これはね、俺前から言うんだけど、自分は多分ね、キャラクターで言ったらゴンみたいなポジションかなって思っとるんやけど、自分じゃないキャラクターに憧れるんよ。え、タケヤはね、知っとった。名前は知っとった。タケヤ今、みんながなんでキラーかやんって言うときさ、切るわ。第3問、はい、ヨカローモンで一番好きなオリジナル曲は僕だね。うわっ、あ、でもまあでも、あ、でもえ、どっちやろ、ここなんじゃない、これは分かるわ大地、確かに本当、うん、これは分かる。え、これ外すやつおるっていうか、もうメンバー抜け出すわ、じゃない、ジョメー、え、俺その感出す、え、すごい逆に、え、分かるよ、だってそれはもう、じゃあ、はい、ちょっと皆さんの答えどうぞ。ドンステイゴールド、ステイゴールド、どうも、ちょっとこっち見てね、こっち見てね、いいわ、書くなら片一切符やなか、これ一旦聞こうか、はい、はい、これは俺がやらかしてしまったかもしれない。答えはこちら。そこなんだ。お前それ B 面でいいって言ったよ。いや、俺は B 面曲が好きなの。そう、俺はね、ダーティーな曲と曲調とかね、曲調か、あの漫画とか何でもそうだけど、シリアスな内容とか、そうか、そっちでやっぱり曲調ね、ちょっと今後のちょっと質問ちょっと生きてくる、生きてくる、じゃあそういうことね、いきます。150歳になったらやりたいことは、え、それ何、お化けになってくる話違う、いや、俺の目標が150歳まで生きることやけん今。そしたらその質問が来たけん、ちょっと攻めて言ってみるわ、攻める。これは結構攻めた方がいいかもしれん、バッチリ当たってなくても、うん、もしニュアンスが近ければ、はい、オッケー、オッケー。第4問、皆さんどうぞ。ドドン、富士山登頂、え、棺桶にマイクを入れて送り出してほしい。それもお金配り、自伝を書く。うわー、なんか、え、まさら当たりそう、それ。どう、なるほど、お答えをお願いします。答えはこちら。ドン、ふざけんなよ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 、ふざけんじゃねえよ、それはざっけろ、ざっけろ、もちろん健康であることは大事よ、体が動かんくなってずっとぼーっとしてきたいわけじゃなくて、若々しい300歳くその時のこう時代を生きたいな、若々しい300歳ってこと、そう、何言ってんねん。よっしゃ、次行こう、むず、哲学的やもんな、いやむずい、はい、ちょっと次当てるわ、大地5問目、ここまでがあれですよ、あの選択問題前までなんで、新しいことに挑戦するなら何をやってみたい、ほらこれは、あ、これはこれはって、面白いないですね、あんまりもうこれじゃなくて、え、ちょ待って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 、考える時間ちょ待って、 OK、 待って、だから時どうですか、時間分からんけど OK、 お、答えどうぞ、せーの、どうぞ、麻雀、麻雀、投資、投資か、どんだけやったら投資したい。これは麻雀やろ、投資してもっと日本の経済回していくんちゃう。いや、それはそれ、いや、でもね、まあまあまあ、じゃあ答えはどうぞ、答えはほらー、マージャンやな、ほら、ジャッジとマージャンはもう正反対なんよ。でも最近なんかね、聞いたことあるね、最近これを聞いたよ、したいな、あの、やったことはないし、ルールも全く僕知らないよ、最近ね、あの、赤木アニメね、はい、見始めて、お、見ました、見ました、いやマジ、おすすめした漫画ですよ、そう、いや、あれはおもろいね、あれは面白い、面白い、あれはおもろいよ、なんかね、人生が詰まっとる、これが第一問、難易度的にはそうそう、あ、こっちの、あー、これが大事、こっちの方が簡単やった、大事、6問目いこう、はい、途中結果、これ1ポイント0、2、1、あー、やばい、あー、こっから選択問題やっけ言ったけど、あー、結構ね、まあ、勘でも当たるってことか、そう、勘、勘、第6問、はい、この中で一番違和感を感じるのはどれ、4つ言うね、めっちゃビートボックスがうまい拓也、2番、超絶ダサいヒロ、3番、ライブで率先して場を回す雄大、4番、自分の意見を全く言わないおとなしいマサル。いや、これやろ、いや、さあ、この4つ、どれが一番違和感を感じたか、じゃあ、もうこれだけ、これ正解やわ、みんな、嘘、うん、正解、これ正解、みんなの答えを、どうぞ、3番、2番、2番、3番、いやあ、これだ、俺だ、雄大が場を盛り上げる、絶対それ、雄大が場を回すね、しないんで、ダサい気分にはなってほしくない、僕も単純に思う、イメージできないって書いてあ、なるほど、答えはこちら、まあ、おいおい、
まあ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 応答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 悩一番悩んだのが雄大がバフ回すか、タクヤがビートボックスうまいかなんやけど、タクヤがビートボックスうまいは本当に想像できんやったうまくなってほしくないいや、かつて下手であってほしいっていう願いから一番にさせていただきましたなるほどさあ、できるのになるよ、こんだけできるのできてないね第6問え7問ねあえもうめちゃくちゃ第7問はい、はい、無人島に連れていくメンバーは誰おお。多分4択で1マサル、2、ヒロ、3、タクヤ、4、ユーダイ。これもこれこれめっちゃわかる。これはこうやろ。これはもうめっちゃわかる。これはこうやろ。絶対に。意外と、うん、みんなそんな自信あるね。これめっちゃ自信ある。はい、マジ？じゃあ、フリップ、オープン。どうこれ以外ないよ。マサル。マサル。ユーダイ。ユーダイ。おお、分かれた。これ割れるんや。ユーダイやろ。あのね、ダイチが一番にストレ、一番ストレスフリーで、こう、折れる人ってやっぱ無人島ってストレスが立てやすいあるけんいや、あの、まず誰がお前ストレス側の人間いや、俺とか松本博はね、ストレスを与えてしまういや、雄大は何でもしてくれると思っちゃう、雄大はそう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 無人島行っても、食料取ってきてくれると思うそう大地がストレスフリーに過ごせる今までこれまで大地は闇を求めてきたと思う俺らの闇担当は誰ですかってことよちょっとマサルさんですよ絶対に出ないやって無人島で山菜取りました、うん、大地はそのまま食べたい、うん、マサル多分調理師出すよそうやそうやそうそこも含め俺マサルにそうあだから大地は自分でないものを求めるからだから結局やっぱりマサルいや無人島でも絶対美味しくご飯食べたい俺とヒロも連れて行けよ無人島に連れて行きたいメンバーこちらですマサルですほら外したけどちょっと嬉しい外しても嬉しいやつまあまあみんな的は得とるんやけど、うん、いや確かにね雄大は多分自然体では折れると思っちゃんなんか当たりそうお腹とか下したり確かになんかね雄大はいけるけど俺はいけんものとかありそうやつそういうことマサルはねあのやっぱサバイバル能力高いと思うよあと、うん、何かを作り出す絶対足音消すしね足音も消すしおほらこれ自動で水取れるようになったよとかああここに私かけたらほら取り引っかかるよみたいなああでもやるありそうやねそう確かにやっぱ知恵とか新しいものを作る欲求探求があるけんお生き延びれるなと思った一緒に行ったら残り2人はもう論外なのそれは俺らはまあそうやね確かにヒロと無人島行ったら俺あっちで寝るけん絶対言う絶対絶対言うで俺はそのお風呂とか気にするけんいや清潔じゃないのねはいじゃあ次の問題いきますね、はい、8問かな、はい、第8問大地が一番好きなビートボックスの音は1インワードリップベースちなみにこれね2インワードリムロール3サンバホイッスル4リップベースいや全部好きやけどその中でもっていう特にねもう行きましたよ同じビートボクサーとして俺分かるよ知ってるなきっと分かるはずフリップオープンドンリップベースおはいはいリップベース、はい、リップベースえサンバホイッスルサンバホイッスル一番なくねじゃあ答えはこちらうわやっぱりそうやろなんかねもうやったイメージあるでもそれさ好きっていうかさやったって気持ちがいいってことだよねそうよそういうことやろいや絶対リップベースの方がやってますからえ、ほんと絶対リップベースの方がやってますからあ、無事無事俺これ使用頻度で答えましたからねほんとリップベースは一番体を動かしてるから俺は好きなのかなと思ってまあそうだ絶対聞いたことあるよ絶対こうするやんだから好きだろうなと思いながら見やったけどインワードリムロールってこのこれね気持ちいいんですよね省エネでできるわけよ省エネっていう感じで、はい、これでしたはいこれはでも全然みんな悪くはないはいみんな悪くない今までは全員悪いから第9問はい一番行きたい都道府県はどここれ選択肢ランクで1沖縄2北海道3静岡4福岡書きました。これでしょ。書きました。もうこれは楽勝。これ一問目やろ。嘘。え、ちょ待って。これどっちで書けばいいの？行きたいやろ。行きたい。
え、それ以外ないやんだって言うな。オッケー、これ多分満場一致やと思う、ほんと。お、満場目。お、満場目。オッケー、フリップ、オープン。北海道、北海道、北海道、北海道。やだー、嬉しい。そんな俺出しとった、そんなオーラ。ゴリ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 に。そっか、これが全問正解か。ラスト問題。この中で大地が一番噛んじゃう早口言葉は？噛むじゃないもう。東京特許許可局。2番が隣の柿はよく柿食う客だ。3番赤巻き。おい大地。問題出せよ。3番赤巻き紙、青巻き紙、黄巻き紙。4番坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。もう俺はもうあえてこっちで。いやもう、え、ちょっと待って、怖くなった。そっちのパターンか。いや大地、これ今から5回言うけん、繰り返し、はい、この中で一番噛んだやつが正解です、はい、俺もまだ答え決まってない。じゃあ俺変えとこうかな。もうだけん、これはまだ神の溝の知る答えです。神の溝この時点で神の溝の選択肢皆さんで5番あ、なんか、あ、やばいなんでよ。たまに入るじゃん、たまに入ります。はい、いきます。いや、ダメだ。ダメ、カメラ止めようか、止めようか。カメラで、はい、いきます。じゃあまず1番、東京特許。これね、言わないよ、言わないよ。これ、もうダメ。もうダメよ、10分間から10分。答え変えちゃダメけんね、いくよ。東京特許、東京特許。いやもう、はい、はい、東京特許。もうそれ答え出ません。東京特許。1番です。なんでみんな1番だ。だって俺、いや、もう最初から全部言えと思った。隣の客がよく書き食う客だ。いやいやいや、もういいよ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 。なんか俺なんでこんな苦しいと思ってたの。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。はい、オッケーです。よっしゃー、ありがとうございました。1番でーす。1番イエーイ。やった。俺に2点。4ポイント3 4お、え、俺も出すぞ。ドイツ到着ということで、第1号はヒロ&メス。難しかった。え、いや、難しかったね。癖すごいね。1位が4点やけどね。10分の4 確かに4ちょっとやん。でもまあね、よくこんな ね変な僕と一緒にね、ついきされてくれて。やるか以上です、うん、はい、はい、ということで、この動画で良かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして、僕たちメンバーそれぞれツイッターアカウント、オフィシャルのツイッター、そして、ファニコンというアプリで、僕たちのファンクラブヨカメンもねやっております。ここでしか出してない情報とか、もう結構あったりするので、そちらも要チェック。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、サンキー。癖になるトンコツミュージック、刺激的明太子マジック、小松さんが持つ餃子巻き大好き。ご飯で